お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのキョスケスケラフリーズデッキをね使っていこうかなと思います。というわけでなんとですね新環境になって、まあこういろんなデッキがねこう出て、まあ何が強いかってなるんですけども、これがこれが今一番勝率が高いという、ちょっとねおかしな、まあね疑いたくなるんですけど、今グラチャレで一番ね勝率高いのがこのデッキというところで、今日はこれ紹介していきたいなと思います。なんかねえって感じですよね。まあなんかちょっとこういうスケラフリーズとかが、まあ、勝率が一番高くなるっていうのもちょっとなんか珍しいと言いますかね。でまあ今回なんとキョスケが入ってる、しかもトルネードが入ってないんですよね。なんかいろいろちょっとこう新しい形の、方のねデッキがちょっと強いというわけで、まあ紹介していくんですけどね。なんかキョスケのなんかバルーンだったり、キョスケのホグ、新しいねキョスケホグとかも出てきてて、ちょっとねキョスケが新環境になってちょっと多く使われてるようなイメージがあります。まあ理由はマジでわかんないんですけど、謎にね、はい、キョスケプラストリトンですかね。まあキョスケプラスゴボールとかもあるんですけど、まあ、なんかトリトンがね結構強いっていう環境なのかな。なんかちょっと前に強化されて、それっきりなんか普通にまあ万能っていう感じでね、下方来てもおかしくないぐらい、まあ、優秀なねステータスなんですけども、まあ下方が来てないというわけでね。さあ今回の相手はババファイボザップなので、ラバルじゃないすごいラバルっぽい顔してますねこの人。違うのかな、これスケラ打つだけ勝てそうだけどな。まあスケラ打って、いや全然違うやんけ、インフェルノ弾出てきちゃった、しかもゴブリン、いややば、めっちゃいい防衛されるくないですかこれただただいい防衛させてあげましたみたいな感じでね。ちょっと待ってよ、インフェゴブリンババ、あなんかすごいデッキがまた来ちゃいましたね。あーたまたまいい、たまたまいい。でここはちょっと一回ね痛いんですけども、まあまあまあ我慢してね待ちましょう。ホグですね、今回の相手インフェホグで、なんかバレルとゴブリンババのファイボザップね、ちょっと独特なねデッキが来てしまいましたが、ホグに対してトリトンを取っとけれるとすごい強いと思うんですけど、カードサイクル的にちょっとね使いたくなっちゃうというか、まあ使わざるを得なくなっちゃう感じでね辛いですけど、まあ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 こっからですね。でインフェルノタワーが個人的にすごい嫌、あれマジでこれワンチャンめり込んでファイボ外れるとかもなかったですね。でゴブリンがいるので、あのスケラプラスのもう1枚のね攻めをここですね、まあポイズンだったり、今回フリーズなのでフリーズ打たないと攻めきれないっていうところですね。さあホグはこれでね、おなんなら入る、来たキョスケ、これだって届いたくない、届いたっすよね、よしナイス。でまああとはこの1200を僕はねどうにか守りたいというところで、これずれてるのでタルババを使わなくても良さそうですね。でまあインフェルノタワーが来るので、あれをちょっとタゲ取りたいですね。取れるか、あ取れない、取れないけどエレキでなんならリセットできる、いやいいエレキ、いいエレキで、ここでスケラ打つと相手はババが来る、ババが来るけどそこに使ったら使ったで、さあダックプリを残して、いやこれは決まりましたね、神フリーズでグッドゲームというところでですね。いやなんかね形が強いんですよ、キョスケプラススケルトンラッシュも強いんですけども、なんかねこう後ろに組めるんですよね、キョスケダックプリとかキョスケダックプリまあハンターとか、キョスケさっきだったキョスケダックプリエレキとかかな、まあ、なんかそんな感じで単純にその形が強いっていう、でそこにスケルトンラッシュ打たれるだけでなんか相手からしたら、いやもう超苦しいってそれみたいな感じに、なります。なので形を組んでマジスケル打つだけでめっちゃなんかねこう形のパワーがあると言いますか、結構デッキパワーがねあると思いますね。このスケラはすごい個人的には気に入ってます。よいしょ。さあ、今回ってスパーキーで、いや、スパーキーに対してハンター合わせるのはちょっと違ったかもしれないけど、いや、これはいいですね。ジャイとかを引っ張って、あれを、あ、届かない。ちょっと待って待って。いや、でも、なんならいい。いや、なんならいい。ちょっと焦りましたね、今。お、待って、トゲゴ。いや、ちょっとうまいっすね。ちょっとうまいな。お、ちょっとうまい。
ちょっと待って待って待って、なんか全部がなんかね微妙な感じで終わっちゃったんですけど、まあ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 一旦ね耐えたんでよしとしましょう。さあ今回相手はスパーキーですね。でスパーキーの処理方法なんですけど、まあ虚助があるので虚助の爆破をね当てつつ、まあもうなんかもう一発ぐらい多分当てればスパーキー壊れるんで、そういうパターンもあれば、トリトンがいるので先にスパーキーの盾となる、まあ、ジャイとかゴブジェイとかをトリトンで引っ張って早めにね、盾を処理で公園のスパーキーに対して、あいつですよ、なんだっけこれスケロ打ちたかった、いやこれ微妙か、さてはやばい、公園のスパーキーに対して、まあ、エレクトロウィザードを後から当てるみたいな方法が、まあ、ありますね。これはね、いや爆破に当たってくれねえか、さては。オッケー、いや強、気をつけナイスですね。でこれはなんならキングギドしてもいい気がするんですけど、後ろダクプリ追加が来てもおかしくはないけど、エレキでしたね。オッケー、さあここはキングギドですね。でエレキでやりゴムの、あやば、いやエレキが優秀すぎましたね。まあ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 、言うて、まあ、こういうこともありますよと。でこれに対してワンチャンマスケの前にミリペッカが来るとかも全然あると思うんですけど、結構優秀なんですね。ダクプリハンター、ロリババとかもエレキもあるので、なんかこう最近で言いますと流行りのペッカ工場とかもすごい復活してきたんですけども、まあ、そういったデッキとかにも全然ね、戦えるスケラフリーズですね。よしよし、これスケラ打ってたけど相手きついと思うんですけどね。ああ、いい前止めですね。で、なんならこれフリーズしてあげると、僕のこのダックプリが、いけ、いや、相手絶対苦しい。この虚助受けが苦しいんですよ。虚助が、メリコメ？メリコメ？いや、行かれるか。今の行かれるのはちょっと辛いけど、まあこれね、爆破でほぼ瀕死かつ、トリトンで、確実にね、処理。で、これ、左サイド行ってもいい気がするんだけど、どうでしょう。トリトンがいるので、ゴブジェイで逆サイに釣るっていうのも相手きついんですよ、これ。オッケーオッケー。で、僕はコウモリに全処理されるの嫌だな。あ、でもやばい、エレキ咲いたらやべえ。待って、ミスった。ちょっと待って。これエレキ咲いたのはちょっとやばいな。まあまあ、これトリトンで引っ張ったら、一発、あ、終わった。あれ試合時間短。気づいたら、まあまあ、折れてましたね。オッケーオッケーオッケー。いや、なんかね、マジでデッキバーあるんですよ。これね、すごいいいと思うな。なんか今までいろんなスケフリーデッキとか、まあ僕フリーズめっちゃ好きなので、いろんなスケフリーデッキこう、まあ、紹介してきたと思うんですけど、結構トップレベルで、なんかデッキパワーがありますし、使いやすいし、いやマジでいいんじゃないかなと思ってますね。よろしく。さあ相手の名前はフレンズくんですね。フレンズ、友達になりましょうと。まあなんないんですけどね。とりあえず、倒します。で、あれな、マジで。あ、これ引っ張るな。あ、いい。ザップされるけど引っ張って、なんならガイン残れ！オッケー！いやもうこれだけできつい。なんならこれ、あ、来た。はい。で、ここで早めにも溶かしてあげて、やばくないですか？マジで。デッキパワーっすよ、これ、デッキパワー。あ、なんなら爆破で、チレ。チレって言い方ちょっと良くないかな。チレって。よし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 。これは、あ、ミニペが優秀。いや、いいヒースピだ、それは。あ、でも、いや、このミニペ、際どいな、これ。入らないでしょ。いや、入りそうだな。入らないんかい。さすがに入ると思ったな、今。まあまあまあ、これ、同じですね。待った相手、スパーキーなので、まあ、トリトンを積極的に出していいですかね。で、高めのスパーキーだったら、まあ、後ろから一定レキで踏んだり、まあ、いろいろできて、もし、低めのスパーキーだったら、あ、スパーキー出てこんかった。低めのスパーキーだったらスケラー打って足止めするみたいな感じなんですけど、これは多分一回捨ててからの、形を組んでこようぜという感じかな。あれ、フリーズ打ったらさ、ダックプリの範囲でしっきれいのかな。あ、無理ですね。オッケーオッケーオッケー。逆行くんじゃないつ。いや、ちょっとめんどいさ。めんどいっすな、逆に行くのは。まあでも、この、後衛は虚助で。で、盾は、まあ、トリトンだったりハンターで溶かせるっていうのは強みですね。さあ、これ、まあ別にフリーズでもいいんですけどね。まあでもめんどくさいんで、虚助で蓋します。虚助で蓋したらだってまだ全部溶けるでしょ、多分。知らないんですけど。よいしょ。あ、ミニペが全然生きてる。いや、めっちゃいい。え？え？めっちゃいいはずなんだけど、やばい。やばい。見てるだけだったけど、今、やばい。汗汗ですね。オッケー、相手はもう攻めるしかないよというところですね。これフリーズします。ミニペがワンチャン来るかもなんで、ちょっと奥行き、奥目にね、フリーズしてあげて。よし。
ね、ハンター生きてほしいな。おい、さあ、フルカウンターでございますよ。兄貴。よいしょ。あ、これスケール打たなくていいっすね。祈りましょうか。守れば勝ちなので、ちゃんとね、最後は守っていきたいと思います。で、フリーズボーイもありっすね。で、トリトン最強。で、このゴブジャイの背中のヤルゴブリンがタワーに竹取ったら結構削られちゃうので、その竹取らさない用のダックプリですね。オッケー。で、フリーズもある。で、これスケドラがワンチャン事故る。オッケー。いや、いいボーイですね。グッドゲーム。スパーキーちょっと増えてますね。だから今回の相手スケドラ型ですけど、まあ、スケドラが加工されたことによって3が5型のスパーキーとかもちょっとね、増えてきたような気がします。いやー、なんかね、マジで強えな。トリトン。トリトン強え。キョスケもちょっと強い。わかんないけど、なぜかね。待ってますよ、というところでね。多分この動画が上がってる日の夜に、クロロリーグのね、レギュラーシーズン最後のね、試合がね、もう、シーズンの1位はね、もう確定してるんですけど、まあ、あと残り1試合ね、あるというところでね、ぜひ夜、まあ夜9時ぐらいかな。ね、僕らポノスの試合が始まるので、ぜひそちら見ていただけるとね、すごい嬉しいかなと思います。ぜひ応援よろしくお願いします。という感じでね、さあ、このビクターっていうのは、結構上手い人じゃないかな。まあ同じ、このビクターの K が C の人がいるんですけど、その人は、去年とかかな、クロロリーグアジアで活躍してた人で、この BIK の方のビクターって人は、プロではないけど、結構こう、まあ、有名なね、方だと思うんですけど、でもいっぱいいるんですよね。名前。同じ名前、たくさんいるのはよくあるので、まあ、全然ね、その辺にいる人かもしれません。その辺にいる人って言い方すげえ悪いな。よいしょー、いけ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 、だってこれで、もう、キョスケがね、タワーの竹取ってるんで、これだけでね、結構入るんですよ。しかも、なんならあのナンバーとかも、この、爆破でね、いかれない。ちょっとやばい。逆にやばい。このキョスケの強いところは、こう、まあ、キョスケがね、竹取って、こう、スケラがね、じわ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 こう与えてくれて、まあ、対応されるんですけども、対応されていると、キョスケの爆破で、まあ、そのまま処理できるというところで、攻めて、攻めたら普通カウンター来るのに、そのカウンターユニット全部処理できる。まあ、それが、まあ、巨大スケルトンのね、すごいメリット、まあ、なんですけど、巻き込んでくれなかったですね。このキョスケ。役立たずですね。もうやば。相手すげえ攻めてきますね。まあ、これエレキで踏んであげて、もっともっともっとやばい。さてやばい。これ、さては、フリーズ防衛。いや、めっちゃいいフリーズ防衛だった、さては。いや、ちょっと待って。今回の相手は、ザッピー、ムーと、ランバーラム、ジンギですね。ラムジンギなんですけど、なんかザッピーだったり、ちょっとムートだったり、結構癖がね、強めの面白い感じのジンギですね。なので、まあ、インドラがないっていうところはありそうですね。さあ、これタルババに対してタルババで返すと、このタルババ相手のターンに一発届きます。まあ、今回相手が、ヒースピで抜けてきましたけど、これはまだエレキで拾ってあげて、オッケーオッケー。いや、これめっちゃいい流れですよ、多分。いや、キョスケが溶かされるのか。でもいいファイブだな。いや、でもこれフルカウンターですね。で、このキョスケはちょっと残したいので、タルババスケラして、このキョスケが多分うざいでしょ。でもいい防衛だな、マジ。めっちゃいい防衛だな。え、ちょっと待って。やば、でもタルババをこのキョスケに使うと結構入るね。いいね。いいね。で、これは、キョスケで受けてあげて、よし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 。で、多分ムートが変なとこに来る。ムート来んのかな？逆サイ目に来る。そんな感じがしましたね。いや、で、ザッピーはうまい。ちょっと待って待って待って。すべて読まれてる説がある。あ、待って。これハンターでぶち当ててから、エレキでリセットして、OK。よしよしよし。いや、これはいい防衛ですね。で、なんなら、いや、スケラ打ちたいけど、打つ必要ないですね。こっちか。こっちで、タルババスケラとかしてあげて、OKOKOK。で、ぼちぼち入りますね。いや、フリーズこれいらないかな。まあいいや、打っちゃいますね。いい、タルババ。いや、でもちょっと入るぞ。いや、そう、こういう人技系とかに対して、陸受けがあと優秀なのと、まあ、なんだろうね、エレキとかもあるんで、結構ね、相性が良さげもある。
これもうスケル打っちゃいたいな。打って、いや打たずに一旦エレキとちょっと一回防衛しますね。ちゃんと一回防衛して、ちょっとだけやばい、ちょっとだけいい、ちょっとだけいい雪されてる。あ、でもこれスケル打ったら、あれ、なんか相手苦しいぞ、来たぞ、パッキン、よしよしよし。キョスケが届きそうで届かないけど、いやめっちゃ入ってるな。なんかこっちとしてはもう見届けるだけで、あと300なのでワンチャン来ますね、これ。ランバーラム、うん、でマジアチャ多分今んとこないので多分射抜かれないと思うんですけどね。よしよしよし、なんか変なの引っ張りますね、こいつ。こいつ変なの引っ張る、逆に引っ張るな、引っ張るな、やばい、ちょっと待って。いや大丈夫ですね、これスケル打ってファイブも打ちましたし、フリーズってさすがに勝ったでしょ。ダックプリが？オッケー！はい、グッドゲームですね。いや、これね、マジで強いんですよ。本当に多分見てわかると思うんですけど、こう、高回転のウォールブレイカーとか、もうそんなデッキよりも断然使いやすいし、強いし、楽しいんで、ぜひね、あ、楽しい春かもしれない。ぜひ、こちら使ってみてください。というわけで、今日はね、こんな感じで終わりたいなと思います。よければ、チャンネル登録、高評価、コメント等もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。